はい。皆さんこんばんは。じゃあ行ってまいります。本当楽しく飲みましょう。いい、一緒にいただいて。あ、嬉しいですね。やりましょう。皆さん、乾杯。僕たちはイマリトーンズと言います。演奏しますのでお付き合いください。
次の曲は、とどき新横スケートパークという意味の何でますか？大丈夫ですか？次の曲はリッピングするヘル。
うちの母親も一応ピアノ教師だったんで、こういうふうにピアノの上にビールの瓶とか置くときっと怒られるんですけど、でもいいです、怒られちゃいます。なかなか ちっちゃい頃のトラウマから抜け出さないですね。じゃあ次の曲は、Unlimit という曲で、人前で演奏するのは初めてですが、Unlimit というタイトルなんですけど、英語の辞書を引いたらそんな単語はありませんと出てきました。そういう番組のUnlimit。
人前で演奏することが初めての曲で、一応僕たちはクリスチャンロックバンド、クリスチャンメタルバンドと言ってますが、次の曲は悪魔について歌った曲で、あとそれと、そうですね、悪魔、自分の中にも悪魔がいるぞということと、あとはスカイダイビングをちょっとイメージして作ったフォーリングという曲です。
続いての曲は、次の曲は、これも新しい曲ですが、鉄の車輪という、スティールウィールズで、僕たちはイマリトーンズ、次の曲は、スティールウィールズ。
疲れも愛してまーす。 We love you all。一応横浜のバンドです。一応みんな横浜に住んでるんで、ここは相模原ですが、横浜の曲を歌います。結構難しいんでね、お手を拝借、OK、頑張ります。横浜Dreaming。
じゃあ最後の曲やります。これ真っ暗ですが、はい、最後にみんなで乾杯、愛してます。いいよ、じゃあ最後までどうなっても知らないぞ。久しぶりやな。なんとかなるよ。なんとかなります。なんとかなんとかします。では僕ら今井トーン、そして最後の曲はイルージョン。
Imari Tones! Praise God, praise Jesus! Have a good night! Thank you! Yeah,